それでは今日の、安田さんの安田純平さんの記者会見は予定をもう1時間半ほどオーバーしましたので、ひとまず今日の会見は次の予定もありますので、ここで、終わらせていただきたいと思います。本日安田純平さんが日本記者クラブに記帳された文章は、諦めたら試合終了、諦めたら試合終了というふうに書かれています。この意味について何か一言ありましたら最後にどうぞ。いや本当にこの文字通りで、諦めてしまったら精神的にも肉体的にも弱ってしまう、とにかくいつかは帰れるんだとずっと考え続けていましたので、この言葉を書かせていただきました。それでは以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。大変恐縮ですが、皆さん会場に来られている方はそのまま今の席に着席したまま、安田純平さんが会場を退席されるまで動かないでそちらにいていただければ幸いです。それじゃあ安田さん、どうも今日はありがとうございました。安田さん、お帰り、ありがとうございました。おめでとう、よく帰ってきた。じゃあご案内します。安田純平と申します。よろしくお願いします。本日は貴重なお時間を与えていただきましてありがとうございます。今回私の解放に向けてご尽力いただいた皆さん、ご心配いただいた皆さんにお詫びしますとともに深く感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。私自身の行動によって日本政府が当事者にされてしまったという点について大変申し訳ないと思っています。何が起こったのか可能な限り説明することが私の責任であると思っています。この場をお借りしまして拘束から解放までの経緯について説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。でその民家にいた間は彼らからこうゲストであるという言い方をされていて、部屋にはテレビがありまして衛星番組を見ることができました。その地域にあるこの故郷の電気、発電機で電気を供給するところと契約していたようで、1日6時間であるとか、長い時は10時間ぐらい電気が来まして、テレビを見ることもできたと。7月半ばに一度この窓も全て閉められたんですが、その後この観音開きの窓が2つあったんですが、その1つだけは開けられまして、この時期夏だったので本当に部屋の中サウナのようなこの状態だったんですが、その窓1つ開けることによって多少過ごしやすいような状況にはなりました。で民家ですので部屋の中にトイレはないということで、1日2回彼らが食事を運んでくるときにトイレについでに行くと、で彼らが見張っている間にトイレに行き済ませてすぐに戻るという具合ですね。で食事の内容は彼らと基本的に同じものを持ってきていて、量的にも特に少ないとかいうこともなく、頻繁に鶏肉であるとか、日によってはシリアのこのスイーツを持ってきたりですね、それから鶏肉を料理して持ってきたり、それからトルコの料理であるラフマジュンというのがあるんですけど、あのピザのような薄いものなんですけど、これをトルコの新聞に包んで持ってきたことがあります。でそれから通訳の持っている、携帯電話が、受信したことがあるんですね、このメッセージを。ということを考えて、トルコから国境からかなり近い場所であろうということは、考えてました。で周囲には民家がたくさんあって、この私のいた民家のすぐ横にも人が住んでいて、年配の女性の声であるとか、
子どもの声であるとか、それから外からはこの大勢の子どもたちが遊んでいるような声も聞こえていました。イスラム教のこの礼拝を呼びかけるアザーンというアナウンスもかなり大きな音で聞こえていましたので、この辺りは住宅地であろうというふうに思っていました。でその民家にいた間は彼らからこうゲストであるという言い方をされていて、部屋にはテレビがありまして衛星番組を見ることができました。その地域にあるこの故郷の電気、発電機で電気を供給するところと契約していたようで、1日6時間であるとか長い時は10時間ぐらい電気が来まして、テレビを見ることもできたと。7月半ばに一度この窓も全て閉められたんですが、その後この観音開きの窓が2つあったんですが、その1つだけは開けられまして、この時期夏だったので本当に部屋の中サウナのようなこの状態だったんですが、その窓1つ開けることによって多少過ごしやすいような状況にはなりました。で民家ですので部屋の中にトイレはないということで、1日2回彼らが食事を運んでくるときにトイレについでに行くと、で彼らが見張っている間にトイレに行き済ませてすぐに戻るという具合ですね。で食事の内容は彼らと基本的に同じものを持ってきていて、量的にも、特に少ないとかいうこともなく、頻繁に鶏肉であるとか、日によってはシリアのこのスイーツを持ってきたりですね、それから鶏肉を料理して持ってきたり、それからトルコの料理であるラフマジュンというのがあるんですけど、あのピザのような薄いものなんですけど、これを、トルコの新聞に包んで持ってきたことがあります。でそれから通訳の持っている、携帯電話が、受信したことがあるんですね、このメッセージを、ということを考えて、トルコから国境からかなり近い場所であろうということは、考えていました。で周囲には民家がたくさんあって、この私のいた民家のすぐ横にも人が住んでいて、年配の女性の声であるとか、子どもの声であるとか、それから外からはこの大勢の子どもたちが遊んでいるような声も聞こえていました。イスラム教のこの礼拝を呼びかけるアザーンというアナウンスもかなり大きな音で聞こえていましたので、この辺りは住宅地であろうというふうに思っていました。この動画の撮影が終わった後からまた対応が良くなりまして、1日2日の食事の間に毎日おやつを持ってくるようになりまして、スイーツであるとか、インスタントラーメンを作って持ってきたりとかというのが1ヶ月続いたんですけども、1ヶ月過ぎたところでこれ以上続けるのはちょっときついからもうやめると言われて、終わりました。この時点で1ヶ月ほど様子見て、場合によっては放り出すというようなことを彼ら考えていたんじゃないかと私は思っていたんですけども、ここに至るまでに我々は殺すことは絶対にないということはもう再三言われていて、もし日本側が連絡を絶つようなことがあれば、1ヶ月なり様子を見て放り出すんじゃないかということを彼らから何度も言われていたので、1ヶ月が目処ではないかという私は期待をしていたんですけども、5月9日にまた別の民家に移動しまして、これも一軒家なんですが、元いた場所は全て家具であるというものは撤去して、おそらくそこは破棄をして、移動したと。でそれが23日に撮影があって、29日に公開された、で部屋にまだテレビがありましたんで30日にこれを 見まして流れたんだなというのは私見たんですけども、その後
やはり彼らが話している声が聞こえたんですが、私彼らからニダールと呼ばれていました。ニダールってイスラムといいますかアラブの中である名前なんですけども、なぜか彼らは私にそういった名前をつけていて、そういうふうに呼んでいたんですけども、このニダールはどうするんだということを彼らが言っているのが聞こえて、でその施設の代この民家の代表者が、それがねみたいなことを言っているのが聞こえました。私はその写真公開から1ヶ月ぐらいをめどにまた放り出すということを彼は考えていたんじゃないかと思っていたんですけども、この、この日付についてどうしてこんなに日付はっきりしているんだろうというふうに思われるかもしれないんですが、最初にこの荷物すべて奪われたんですけども、その後すぐ私の衣類と本とノートを渡されました。で日記を書いてよいと言われました。で日本語でもよいと、ボスは英語で書かせろと言ったけれども、母国語でなければ日記を書くのは難しいぞと言って、日本語で書くことを認めさせてやったぞというふうに言われました、通訳から。で、そのノートが、全て書き終わった時には、要求すればまた別のノートを持ってきてペンも持ってきて、で彼らは、我々は紳士的な組織であったということを最終的に伝えてもらいたい、だからテレビもあるしノートも日記も書かせるし食事も良いものを渡すんだということで、そのためのアピールのためにそれを渡されました。この時計など持ってなかったんですけども、このテレビでこの時間が分かったということと、毎日日記を書くことによって日付については、追っていくことができましたので、こういった出来事があった日、日付であるとか、あとテレビで見た私に関する報道であるとかいうものは、逐次チェックをしていました。7月10日、2016年ですね、別の施設に運ばれました。1.5 メートルぐらいあって、居住する場所が2メートルぐらいで、その後ろ側に、トイレがありまして、ドアがあってこの反対側にトイレですね、で扇風機もついていて、電気がついている間は、扇風機も回ると。でここに移ってからテレビはなくなりまして、私はなんでテレビがないんだと言ったんですけども、こうテレビを置いているということはゲスト扱いが続いているという認識していましたので、このテレビがなくなったというのはどういうことだということで、いろいろ言ったんですが、施設は非常に大きいので、テレビの線を引っ張るのが大変であるとかいうような事情を後から言われたんですけども、そういった施設に移されました。で私にこの食事1日2日2回運んできた人物なんですが、英語で毎回何か欲しいものあるかと聞いてきて、テレビと言ってもテレビはダメだけど他のものなら何でもいいぞと言われまして、じゃあ本をくれと言って、英語の辞書ですね、英辞典は彼は持ってきました。それからたびたびこの果物であるとかスイーツであるとかいうものも何度も持ってきました。で7月の下旬にこの周囲で空爆の着弾の音がかなり響きまして、でこの部屋のドアの反対のこのトイレの上にこの太いパイプが何本も走ってまして、でそのうちの1本が口を開けていましてですね、この囚人が話している声が彼らに聞こえるようにできている。でそのパイプがかなりこの振動するようなかなり近い着弾音が響きまして、でその食事を持ってくる人物にできるだけ短く簡潔にしていただきたいと思います。でまず私の方から代表質問として1問質問をさせていただきます。安田純平さんが日本に帰国されてですね、でこのことは世界の報道機関も報じておりますけれども、いわば匿名のネット上でのバッシングあるいは自己責任といったような、ある意味ではですね、
自分たちの、まあ、日本の今の社会を映し出しているような日本社会の、まあ、民主主義のある意味の姿、あるいは民度文化の許容度を映し出しているような あり方が現在ネット上含めメディアの層の中にあるわけですけれども、こうした日本社会の現状について安田さんはどのように受け止められていますか。これ私自身の行動によって日本政府並びに多くの皆様に ご迷惑というかおかけしたということもありますので、私自身に対して批判であったりいうものがあるのは当然のことであると考えています。何があったのかということも含めて皆様に批判いただき検証いただくということは当然であると思っていますので、そのことについては特に私の側からは疑問というものは特にないです。ただこの事実に基づかないものというものもあるように思いますので、まあ、言い争いではないんですけど、まあ、ちょっと雰囲気悪くなったんですね。でそしたら翌日また拷問が始まりまして、で他の囚人を連れてきてですね、アフガニスタン人をどうも連れてきたようなんですけども、お前はシーア派だろうと言って、聞いて、そうじゃなくてスンニだと言って。って言ったんで、あ、スンニなの、じゃあいいわと言って戻して、でまた別の囚人連れてきて、お前礼拝やってみろと、でお前ムスリムじゃないだろうみたいなこと言ってまた拷問を始めまして、ムスリムだよムスリムだよスンニだよ、じゃあスンニの礼拝やってみろよって言って、礼拝させて、戻したんですね。これもやっぱり見せしめで、強制しないと言ってるので言ってるのに、強制するんじゃないかということを私が言ったんで、それに対するなんていうんですかね、なんていうか、そんな組織ではないのに分かってないのかみたいな、この意味のこの拷問だったのかなと思うんですけども、そういうこの直接何も言わずにそういったメッセージを入れてくるというやり方を彼らはするんですね。で、私の側としてはそういうものさえ彼らの要求にちゃんと応えていれば解放なんじゃないかという期待をして、周りとは喋らないとかですね、この彼らがその事務所で話している時にはトイレに行かないとかいろいろそういう努力を始めたんですけども、それがだんだんとこうエスカレートしてきまして、この彼らが食事をこう配り始めた時にたまたまトイレに入ったら、彼らが食事を始める音を盗み聞きしてトイレに行ったというよくわかんない理屈になりまして、また見せしめの拷問がすぐドアの前で始まったりとかですね、それがどんどんひどくなってきて、この私が身動きした音がするだけでもまた拷問が始まったり、その先ほどのこの事務所のあったところからまたこの部屋いくつか移されたんですけども、この最終的に移された場所というのが、幅1メートル長さ2メートルぐらいの部屋に移されまして、その両側に彼ら自身が入っていて、で私の部屋から聞こえる音をずっと全力で聞いていて、私が何か物音を立てると、電気を消したりとか、電気をチカ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 この点滅させたりとか、扇風機を消したりとか、この夏なんで扇風機消えると本当にサウナのような状態になるんですけども、それから食事を持ってくるけども、缶詰持ってくるけど缶は入れないとか、皿にヨーグルトを入れるけども、ゴミにも入っていないとか、鶏肉を持ってくるけども 骨だけ大量に集めて入れてくるとか、そういう嫌がらせを始めたりですね。で、途中からこの水浴びをするとやはりそういうことをし始めて、水浴びはどうも禁止らしいということが私も分かりまして、なんでこういうことを始めてるんだろうと思ったんですけども、それがどんどんとエスカレートしていって、この例えば
指の関節が鳴るパキッという音がするだけでも、ダメだと。要するに彼らが何か話し声をしたり、何か物音を立てた後にこの私が物音を立てると大体1分以内ぐらいという目処だったんですけど、盗み聞きをしたので身動きしたという理屈のようなんですけど、そうやって、何か音を立てると先ほど言ったような拷問を始めたり電気を消したりですね、を始めまして、で電気を消され、この扇風機まで消されると非常に暑くなり、私は鼻炎なんですけども、この扇風機回ってるところ風が入ってくるので鼻で呼吸しやすかったんですけど、この電気消されるとこの鼻がすごく詰まってしまって、この鼻息の音がするんですね。でそうするとこのふざけてこの鼻息をさせてるという解釈するようで、この電気をチカチカさせたりとかですね、このあとトイレの蛇口から水を流すとこうキーンというこのものすごい高音の、音が響くんですけども、その音をわざとさせるんですね、何分間も。こう頭が痛くなるぐらいのでかい音でそういう音をさせたりですね、まあそうやってこの、まあ、嫌がらせというかいうのをしてくるようになりまして、で結局何をやってはいけないのかということをずっとこう解釈していくと、もう身動き全然できないじゃないかと、彼らもずっとこの部屋の外をうろうろしたりとか、あと囚人が喋っている時に身動きしてもダメだということがもう分かりまして、そうするともうほとんど一日中ダメじゃないかということが分かってきまして、そうするともう身動き全然できないですよね。身動きできるのはこの彼らが食事を持ってきた時、つまり私の意思じゃなくて彼らが物を持ってくるんで、そのタイミングなら動けるので、その時にトイレは済ませ、食事を済ませ、トイレを済ませ、その後この関節を全部バキバキと鳴らして、その後鳴らないように、でそこでまた寝転がるということをやってたんですけども、うん、まあ、なぜそういうことを始めたのかなというのが、まず彼らは日本側から金取れると思っていたのに、どうもメッセージしたんじゃないかという疑いを持っていたということと、その彼らの解釈によるこのスパイ行為をやっているという扱いで、そういった虐待のようなものを始めたのかなと。でその一方で、このこれはまあ私の感触だったんですけども、そういったこの彼らの仕掛けていく、まあ、ゲームのようなもの、ゲームだというのはそのものにはほとんど意味ないですよね。この何か音がした後に1分以内に私が動いたらダメだなんていうのはもう全く何の意味、それそのものには意味がないんですけど、それを、全てできれば返すということなんだろうという私は理解をしたんで、まあ、そういった期待を持ってその彼らの要求に、応えようとしたんですけども、はっきり言って不可能だなと。でこの例えば体の向きを変えるだけでも彼らは音を聞いていて、あとは頭、この枕の上、この頭の向きを変えるだけでも彼らはその音を聞いている。でこの鼻息も聞いている。でこの鼻息がダメだというので、この一生懸命私もこの鼻を噛んでですね、でなんとか鼻を通そうとするんですけども、この鼻炎なんでこの通らないで、そういうことを無理にしてるところでだんだんこう耳がおかしくなるんですよね。で、水飲んだりこう唾飲んだりするとこの辺りがパキパキと音がするようになりまして、でそうするとこのパキパキ鳴ってる音もふざけてやってるという扱いになって、このパキという音が鳴るだけでもダメ、つまり唾も飲むのもダメという扱いになりまして、それ以降は唾ももう飲めない。だから彼らが物音立てている、時に、まあ、大体1分以内ぐらいに動かなければどうも大丈夫だという感触だったんで、このその隙間を見て、コップに唾を吐いて、でまた元の体勢に戻って、
ということを始めたんですけども、そうするとこのその唾を吐くのもダメだということになってですね、で、例えばこう座っていて、このもともとここに置いていたものをこうこの聞こえないように取って、聞こえないように唾を吐いて、でこう、取りやすいこの辺に置いた時にちょっとカタッと音がしてしまった時に、ここの壁ゴンゴンゴンとやられて、別の場所に置いたの分かってるぞというサインをしてきましてですね、本当は私自身が聞こえないような音まで聞いている、この1メートルの幅のここに両側に24時間ずっとこちらの音を聞いているという非常に不気味な状態になりまして、それから、ドアにはですね、この小窓がありまして、そこを開けて食事を持ってくるんですけども、その小窓の上とか横にこう隙間があるんですね。でその隙間からこの中が見えるんですけども、その彼らがそのドアの外にカメラを置いていて、その隙間から中が見えるんですね。でそうするとこのドアの50センチぐらいまでの範囲はそのカメラで映ると、だから私がそのドアに近づくと、それは外を見ているか、もしくはあのそこで盗み聞きをしているという扱いになるんで、ドアに50センチ以上近づいてはいけないというルールが設定されまして、でそれがその私の体全体でなくて足が映ってもダメだということが分かりまして、でそうすると長さ2メートルしかない中の50センチには足が映ってもいけないとなると 1.5 メートルしかない、その 1.5 メートルの範囲の中に寝ていなければいけない、でその中で身動きしてはいけない、だから膝はずっと曲げている状態、もしくは膝伸ばして腰を曲げている状態、あのくの字の状態ですね。で幅1メートルしかないので、寝返りを打とうとしてこう転がるともう壁がここに来てしまうんで、どうしても体持ち上げて体ずらして横向かなくちゃいけないんですけど、まあそれだとまた音がするんで、結局身動き全然できない状態で、もうこの寝っ転がってこの状態でずっと24時間指が動かないように気をつけながらという状態になりまして、これが始まったのが、8月の頭から、だんだんとエスカレートしていって、本当にこの身動きできないような状態になってたのは、10月11月ぐらいなんですけども、その間水浴びは一切なし、という状態です。でこれはもうどう考えても不可能だということが分かったんで、彼らに対して、もう飯を食わないと。ハンストを始めたんですね。